じゃあ、やってみよう、早速。海辺で、英語ならシェルだな、あれ。シェルを拾う。ホタテホタテってあれじゃなかったっけちょっと違うやつかな。これホタテじゃないですか違いますあ、欲しいマジじゃあ、ホタの手って別に。面もしい、ホタの手あ、すいません。 なんだこれ聞いたらわかるかもしれないけどな。あ、貝だ貝貝貝貝だこれはは <laughs> いやほら、聞くならわかるんだよな。貝を拾う。<laughs> ですね。海、海辺でって、海辺ってどこですか海辺はあれかな海の前のその、砂浜あー、シーサイド。なるほど。 家の中に入る。生き生きと生きる。生き生きと生きるですか ?3 番。もしかして生き生きと生きる生き生きと生きるって何の意味ですかのびのびあ、元気よく。元気よく。あります。元気よく。ジブラルタノックさせて、は 味方の皆さんこいつ見てください。このジブラルトは生き生きですね。まだ生きてます。生きてる。誰か格殺入れる人。人って。生き生き。生き生きと生きる。なるほど。俺、これ意外と難しいんだよな俺、右だと考えた感じが左で、左だと考えた感じが右だったんだよな。で、これは、右で見えるから左。左にま、曲がる。 絶対痛い。俺、右だと考えたから。あっ <laughs> 右です。確実に記憶したいんだな、これ。まあ、とにかく、あれ、右。右に曲がる。さあ、5番。足がないおい、いきなり怖すぎじゃないこれ大丈夫ですか ?1 年生が勉強する漢字ドリルでしょ なんでいきなり足がないみたいなあれ勉強するのあ、移動手段がないあ、マジかあ、そういう意味になりますあそれ全然知らなかった。足がない。行けないってことか、じゃあ。あー、そっかー。俺、起きたなと思ったよ、もう。注射注入しないとダメだと思った。足がない。これ、勉強になりました。いやー、アンチめちゃ遠いけど、俺、足がねえなー、もう。 歩いていくしかねいか。なるほど。大きな石を持つ。あれ、石、石でいいすか岩、岩じゃないですね、あれ。うん、オッケーオッケー。そう。右と石似てるな。左手を上げるこれですか私の左手これなんですけど。旗を立てる。旗を立てる。 習ってる立ってる立てるであってます。OK。景君にとって大きな日本を教える。大切な人への愛の言葉です。私のこの胸の炎はあなたが点火したんです。ちゃんと読みました俺。よし。あたす。あ、次。綺麗な花が咲く。 咲くってこれですかこれですか咲く ?OK。ヤートン先生が話す。玉入れをする。これ玉じゃないでしょ。玉でしょ、絶対。玉入れをする。よし。なんちゃらちょうちょうなんちようが飛ぶ。八ようが飛ぶ。 白鳥ですか白鳥。白鳥が飛ぶ。韓国語で聞いてみてください。白鳥。ペッチョ。韓国語ではペッチョです。ペッチョ。台の上に立つ。台の上に立つとは言えないと思うけどな。よし。台の上に立つ。入学式に出る。オッケー 花壇に水をまく。花壇じゃなさそうだな。花壇じゃないですかこれ。なんか、なんとなんかわかる気がするんだよな。な、なぜそうなんだろうわかんないけど。多分漢字が、漢字が一緒だからかな。先に並ぶ。オッケーオッケー。水をまくて、パーですかあなた、うちの弟、浮気したの 君のまくバーけ。いいですね。ミし。ビザアタック。朝ドラまで見た。次行きましょう。2年生かかってこいもう小学1年生ガキ倒した。2年生行きます。これで俺ももうやっと、小学校1年生、卒業しましたね。 この二年生行くよ、母さん。じゃあ行きまーす。読み取り。本を読む。雲が降る。降るって何ですかああ違うのかああこれ雪なの嘘俺雪してるああ雪だ 雪の穴たくさん見たのに、ほんとこれ罠なんだよな。あ,あ、降るってあったのに、もうちょいセンスだったらな。降るが見えるのになんで雪だと考えできないの先生に言う。言うですか言うですか私は言ってしてますけど。あ、言うのい言,言う。オッケー、言う。よし。公園に行く。南の島。 漢字で書く,ガキが届く。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 剣はガキが届く。ははがき。はがきなんだ。うん。はガキ。これだ、これだと思った。は <laughs> そこめん。<laughs> なるほどあ。難しいな、マジで。 はがきイコール手紙。なるほど。これなんすかえはがきですかえってあれじゃないですか美術の、その、ドローインじゃないですか映画がムビーで、えってドローインでしょその。ああ、そのえってこれなんだ。漢字が。ああ。えはがきが届く。ああ、やっとわかった。 A プラスはがきが届きましたってことか。ああ、やっと理解できました。なるほど。ははっガキが届く <laughs>。ガキが届いたぞ。アンチ内に。やろうぜもう、もこんなに日本語しか勉強してなかったから、普通にあれで見えるのよ、もう。最初、なんかめっちゃ微妙だったんだよな。2年生なのに、なんか、自分。だって、 が楽器の専用でしょ小学校2年生でしょこれ勉強するの。楽器がなんか楽器の例を勉強してもいいのかなって考えたんです、最初。なんで楽器が楽器を勉強するのって。<laughs> なんちゃらを広げる。俺が知ってるこの似てる感じは、まずこいつがあって、とにかく口の中に入れるやつ全部いる。違う。 そうだね。国もあるし。ああ多すぎるなんでそんなにたくさん入れるの中に。<laughs> えー、おあ、来た本当のやつ来た本当のやつ地図地図を広げる違う押し図を広げるですか嘘だろ。 チーズってあれなんだ。図だけでマップになれるのか。ほんと図だけでマップになれますならないです。ならない。え待って。これ図ってさ、これでてし訳ない、東証んですかと、と、とうで呼びますこの場合は。ああ素晴らしい。日本語。 こいつやってますね、この感じ。絶対忘れない。説、説明。どう見ても名じゃないんだよな。説教する説得する図書館で。マジ読さ読徳読書,読書すみません。えー、マジ マジはは特集ですか韓国語なら独ソ。うわ2年生マジでエグいなマジでブロンズでシルバーに上がった気がする。全然違うな、カジュアルとランクの世界は。もうすぐ春が来る。リンゴを分ける。春、夏、秋、冬。韓国語なら春、葉、中、丼です。 春夏秋冬日本語なら何だろう。春夏秋冬。春は韓国語で盆。夏は夜。秋はガ冬は夜。結構違いますね、これは。盆夜間図書室で本を読む。助かったわ、さっきあれで。<laughs> 正しい字の書き方。楽しい思い、思い出し。頼む。うわーがー思い出です。思い出、思い出。楽しい思い出。なんで勝手に出しちゃうのよ。日記をつける。あ呼びをつける これ予備ですかもしかして。予備をつける押しあ、曜日。曜日をつける。これ月曜日、火曜日、水曜日のその予備ですね。で、意味もそもうその時代ですか何曜日なのか。あれですかうーん、ケ、OK、ー。あります。だからガンガン勉強したいんですけど。ガンガン行っちゃってもいいですか自分。ちょっと。 肉を食べる。楽しく話す。黄色の帽子。黒い髪の毛。よし、こわらける。大きい柱。この点が上にいたら犬。下にいたら、高華に行ったらもうあれですね。大きいですね。あーましいくそかよ。太いか。太い柱。 ああ、大きいってあれか。大きいって何もない、ね。豪華に何も入ってないやつが大きい。こいつは太いなんだ。あります。優しくて太い。君のうんこって太い。正しいですかはは <laughs> 普通に大きいごめん。天才オッケー。いいね。じゃ太ってるね、太ってるの、その太い、太ってるって、あの太いの太ですか太ってる。 孫ちゃんちょっと太ったな <laughs> あっすいません。すいません。まずいな。いや、これ、助けて。マジやばい。マジ多分殺されると思う。じゃあ、この足の真ん中にあるこの太いうんこでもう、記憶します、こいつは。絶対忘れない。高い山に登る。 風が強く吹く。吹くってあれですかフィーン、フィーン、パー。ですかウィンドですかフーなるほど。Okay. じゃあ、あれはどうですかあの、誕生日の時になんか、キャンドルであの火をこんな感じでパッとして、それ人間がフーするんじゃないですかあれも吹くですか オッケー話をよーく聞く。ボスの話をよく聞く。天気が晴れる。これ、太陽と青の感じが合体したから、めっちゃいい天気の話じゃない天気が晴れる。晴れ女のその晴れじゃないですか、これ。なんとなく。ナイス、よかった。いいね。こういうパズルみたいな知識、助かるんだよな。 そう天気の晴れ出るじゃん多くの人がいる形が変わる形肩が変わるあー形ですか形も型とも読めるあー長い道のり道のりってないですか道ってロードでしょのりは 電車に乗るみたいな、その、その乗るですか違いますね。その,の乗るとし違いますか乗りってディス,ディスタンスですか距離、距離の話ですか距離距離じゃん。ストリート。ストリートどうですかストリート。なんか、並んでるというか、なんだろう。パッて、なってる道。ですかね。 違うのかまあストリートでいい,い,いかな別に道のりああストリートもちょっと違うのかああ存,存在するものじゃないですか、うん、プロセスええありがとうございますうちの王国は今までいろんなピンチがあったけどいよいよここまで来たすごく長い道のりだったなこれでいいですかヒストリーみたいな感じのああオッケーオッケーありがとうございます ああ、そういう感じか。道のり。今回のシーズン6は本当にもう長い道のりでした。でも最後まで頑張って、結局、プレーデターまで到達しました。ありがとうございました。長い道のり。あります。なるほど。数と数の呼び方って、この時は数なん、数かな数が少ない。これ数が少ないと思います。敵の数。敵数。 土地に何かが入ったら数になって土地に何かがなかったら適数。あ okay, okay 体を動かす。いや、これ、ここ、これ難しいんだよな。工学、でこれこ、高校生じゃないですか、高校生。これ、呼び方、ちょっと、明確にはちょっとわからなくて。まあ、でも、漢字、そのまま呼んでもいいですよね。 高,高学年でいいですかこれで。高学年のクラス。大丈夫あれか。小学生の,あの1年生から3年生までは、韓国、韓国の中では、あの、高の反対が低かな低辺のその低を使って、低,低学年ですかああ、一緒だな、じゃ四4年生から6年生までが高学年ですね、韓国も。 よしよしよし。あー、これはですね。韓国語なら、チョンチョンです。チョンチョン。破天もしかして破天でいいのかなこれ適当にやってみますね。破天に恵まれる。違う聞くならわかると思うけどな。青でいいですか青点でいいですかもしかして。青天ですか青天なんだ。韓国語ならこれくれないチョンチョン。 やっぱり、晴天なんだ、晴天。すみません、私間違えました。このあ青のチョンだと思いました。青のあれだと思ったんですけど、青じゃなくて、晴れるの意味なんだ。だから、スムーという感じですか天気が晴れる意味。曇った天気から晴れるその感じ。 晴天に恵まれる。この恵まれるってエイペックスのシェリプで出るんじゃないですか皆さん。プラウンド主審のなんちゃらに恵まれる。あなんするんじゃない恵まれるって聞いたとあ身主神の恵みに恵まれるですかなんだ主身の恵みになんだ

ケテタクめ恵まれヘ <laughs> ってっパッタおー超難しい日本語なの超難しい韓国ヘってっパッタ高橋めぐみジじ晴天に恵まれるあでも晴天に恵まれるって何結局晴れになりますってことですかあれってなんか未来の話 もうできます例えば、すごく俺の人生って、すごく暗い、な何か言えば、トンネルみたいな、長い、そして暗い、辛い時間を追わせて、ソムちゃんが来てくれて、俺の人生は恵まれる。は、無理ですか人生と恵まれるって合わないですか合ってますいい感じあー、使える。 なるほど。そういう感じなんだ。あ自力ではどうしようもない運に関連すること。うーん、あります。自分にコントロール権がない状況みたいな。あれですか、んだ。だから転勤もそれなんだ。<laughs> OK、ありがとうございました。今日も楽しかったです。